はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、GoToEat で一人で無限かっぱ寿司が可能に、プレミアム付き食事券は紙不足で発見できず、かっぱ寿司をホットペッパーグルメでの予約方法解説ということで、今回は GoToEat に関する動画ですね。この動画では GoToEat のプレミアム付き食事券と、オンライン飲食予約の2パターンに関する情報をですね、サクッと簡単にお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、 まず最初はこちらのプレミアム付き食事券からですね。で、少し前にですね、こちらの GoToEat 食事券購入はファインマーが圧倒的という風な動画を出してますので、ちょっとプレミアム付き食事券について知りたいなという方は、まずこちらをぜひご覧になってください。で、そのプレミアム付き食事券なんですけども、まあなかなかね、ちょっとうまく購入ができないということがちょくちょくね、コメントのいただいてまして、大きくこの二つがですね、ネットニュースなどにも上がっておりました。まず一つ目はアクセスが集中ということですね。この、 プレミアム付き食事券は、まずネットで申し込んで、そこからね、発券をするということなんですけども、まずそのネット自体にアクセスができず、予約ができないということがですね、ちょくちょくあるみたいです。しかも、アクセスできたのはいいけども、すぐに売り切れたりとか、なのでなかなかね、手に入れることがちょっと難しくなってきてるというふうなことも、ネットの記事にありました。なのでね、もし購入する際は、事前にね、もう販売日とか発券日をもう確認すること、もう多分これしかないとは思うんですけども、 ししっかりとチェックした上で当日に備えるのもいいいと思いますで次2つ目がこの紙不足ということなんですけどもこれどういったことかというと予約をして早速そのファミリーマートで購入をする際に発見をするんですけどもその紙自体がないですよっていうことも、まあ、僕の方の動画にもコメントいただいてましたしそれに加えてネットの記事にも結構ニュースになってたのであかなりねなかなかその 予約はできたけども、手元に届かないってことがちょくちょくあるみたいです。なのでね、まあ、これに関しては正直ちょっと難しいとこではあるんですけども、なるべく早くね、もうほんとファミリーマートの方で対応していただきたいとこではありますよね。一応まあ、できることとすれば、もうさら発見する期間っていうのが、いよいよが多分あると思うんですけども、その際にもう発見する期間当日になるべく早くね、発見するのがまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、その時になかったら最もこもないんですけどね。<laughs> ちなみにですね、僕も少し前にちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、今住んでる福岡県の方でも GoToEat のプレミアム付き食事券の販売が開始されました。で、僕も早速ちょっと挑んでみまして、まあご覧の通りですね、メールが届いてるように事前申し込みがこれで完了という風にできました。まあ右上に出てるんですけども、約だ2分ぐらいでできましたね。一瞬だけ混んだんですけども、まあだいたい1分ぐらい経ってからスムーズに予約ができましたね。で、ここにも出てる通り、引っ開始日は大変混雑が予想されますということで、 日ににちとととか時間に余裕を持って引き換えをお願いいしますすうことですねで一応ですね、メールのちょっと下の方に下がっていただくと、ご覧のように入金発券期間ということで、まあ僕が住んでる福岡県の GoTo e a t の食事券の場合は、11月の16日の10時からスタートして、11月の22日、23時、59分までということでしたので、まあ僕はこの10時を狙ってね、発券をしに行きたいと思います。まあ後で後でという風になったらね、またこちらの福岡県の方も紙不足になる可能性もあるので、僕はちょっとね、この日の10時を狙いに いきますちなみに購入方法なんですけども、僕は LINEPay を使ってファミリーマートの5%のオフのクーポン、そして LINEPay のチャージペイの3%還元を受けたいと思います。以上がプレミアム付き食事券についての情報でした。それでは次ですね、今回のサムネとタイトルにもある通り、オンライン飲食予約についてお伝えします。じゃんということでこちら、かっぱ寿司 GoToE a と GoToTravel Go に対応ということですね。皆さん、カッパ寿司ご存知ですかね まあ、回転寿司のチェーンの中でも、まあまあ結構有名な方に入るかなと思うんですけども、それが今回 GoTo トラベルと GoToEat に対応ということなんですが、まずこの GoTo トラベルですね。まあ、すでに使われたことがある方であればもうご存知かと思うんですけども、GoTo トラベルを利用すると、今出てるような地域共通クーポンというものが、まあ条件を満たすことでもらうことができます。まあ僕もね、先日大阪の方に行ってきたんですけども、2000円分 GoToEat の地域共通クーポンをいただきまして、 普通に大阪で2000円分、ここ焼きに使わさせていただきました。結構このね、クーポンっていうのは本当にお得で便利だなという感じですね。それが、まあ、かっぱ寿司でも使えるようになったと。 それに加えて GoToEat も対象になったということですね。一応プレミアム付き食事券も使えるし、プラスオンライン飲食予約にも対応ということですね。このオンライン飲食予約についてはホットペッパーグルメが使えるようになります。で、もしですね、そのかっぱ寿司でオンライン飲食予約、ホットペッパーグルメを使って予約する際に、まあ、しっかりとした注意書きがこんな風に出ておりました。 まあちょっと読みづらいので、この文章そのままですね、引用してご覧の通りとなっております。まあそのままですね、ちょっと上からサクッと読んでいこうと思うんですけども、まずは予約は席のみで、ご注文はアラカルトとなりますということで、まあアラカルトって僕もちょっとよくわかんないんですけども、まあおそらく一品ごとの注文になるんじゃないかなと思います。で、予約した際には必ず GoTo 仕様の旨を店員さんに伝えてということですね。これ忘れてしまうと本当最も困ないですもんね。で、次、当社ウェブテイクアウト注文はポイントの対象外、そして予約時間 20分以上過ぎまますすとととキャンセル扱いいいさせていただきますということですねこれはちょっと注意が必要ですね。次に、お子様乳幼児も1名としてご予約くださいということですので、まあ、もしね、小さいお子さんいらっしゃれば、しっかりと1名としてカウントされるということですね。 で次、1名あたり割引前税込みで、ご飲食金額が1000円を超える方が GoTo ポイントの付与対象となりますので、ここも間違いないようにしたいところですね。そしてここも重要です。ポイントを利用してネット予約をする機能に関しては、グルメサイトのシステムの都合で開始が遅れております。 会社は11月8日を予定しております。ご理解のほどよろしくお願いしますということですので。まあ、注目するところはここですね。11月の8日を予定してますということですので、僕がこの動画を上げてます、10月の31日時点では予約はできるけども、その GoToEat のポイントを使っての予約ができないので、そこは間違えないようにしましょう。 でですね、ここからなんですけども、このポイントを利用してネット予約ができるというふうにもうすでにここに出てるので、まあ今ね、巷で話題の無限蔵寿司ならぬ、この無限かっぱ寿司がまあ可能になるんじゃないかなというふうに思いまして、僕の方で簡単にまとめてみました。まあそれがざっとこんな風な流れにはなるんですけども、ちょっと一通りの流れをお伝えしますね。まず最初はホットペッパーグルメでかっぱ寿司に予約をすると。しかもですね、今回このホットペッパーグルメでかっぱ寿司の予約がですね、なんと1名から 予約が可能になってるんですよねなんで僕がこんなにテンション上がってるかというとくら寿司の場合はあの e パークっていうサイトから予約をするんですけどもあれが2名からじゃないとしか予約ができなかったんですけども今回カっパ寿司に関しては1名からということですので、まあ、1人でねよく飲食店利用する僕としたらこれはもう感極まりないという情報ですね。 で、次2番目。まあ、先ほどもお伝えした通り、1000以上の食事が条件となります。で、ランチタイムの場合、11時から14時59分の場合は、1人500ポイント。そして、ディナータイムであれば、15時から閉店までであれば、1人1000ポイントまでポイントをもらうことができます。で次3番目。そのポイント自体は、7日後にポイントが付与されます。まあ、ちょっとね、くら寿司と比較すると、即時、まあ、ポイントもらえるわけではないので、まあ、ちょっとここはね、少し先にはなるんですけども、その7日後に付与されて、ポイントを利用してまた予約をすれば、 先ほどお伝えしたまあ、な,な,ううままなのでね、まあ、正直なところ、すぐに行ってポイント付与されるというわけではないので、まあ、そのポイント付与の期間に関してはね、若干ストレスかかるとこではあるかもしれないんですけども、僕としたら、まあ、一人でサクッと利用して、まあ、ポイントがどんどん溜まってって、まあ、その後にね、溜まったポイントをかっぱ寿司ですぐまた利用することができるので、まあ、そこはかなり嬉しいところなのかなというふうに思います。まあ、ですけども、その11月4日時点で、 たまったポイントがカッパ寿司でどんな風に使えるかっていうところがちょっとまだ明確ではないので正直ちょっと定かではないんですがまあ、この11月8日スタートした時にどんな風になってるかちょっと気になるところではありますねでここからなんですけども本日僕自身ですねカッパ寿司で GoToEat を使ってきましたのでまあそのやり方についてお伝えするんですけどもまあ、事前のやり方としてこんな流れでいきますもう普段からねこの動画でまあ300回ぐらいもうお伝えしているので細かいところはお伝えしません で、画面遷移なんですけども、まずはこのどことくというサイトで、今現在どこのポイントサイトがお得なのかっていうのを調べます。まあ予約したのが10月29日なので、その時点でどこのサイトがお得かっていうのをパッと出してみます。で、このクーラーのところにですね、ホットペッパーという風に入力をして検索をかけるとずらっと出てきます。で、少し画面を下に下がっていただくと、まあいろいろとポイントサイト出てくるんですけども、普段からね、ご自身が使ってるポイントサイトでもいいですし、今回はこの笑うというものを使ってみます。今笑う経由をすると、 100円相当もらえるということですねで早速ポイントサイトの笑うを開いていただきましたら ここの検索のバーのところでホットペッパーという風に入力をします。で、一覧でこのホットペッパーグルメというところが出てきますので、まあ使う前にですね、必ずこの獲得条件とかご注意というところを読んでいただきたいんですけども、これは結構日に日によって情報が変わってきます。なので使うたびにですね、しっかりとチェックをしてください。まあ例えば今矢印が入っているところであれば1日1回まで対象となりますということですので、1日に何度も何度も利用できるっていうことではないので注意が必要ですね。 そして、注意書きなどを読んだ上でポイント貯めるをタップします。そうすると今回のね、ホットペッパーグルメの画面に切り替わりまして、ま、あすでにね、検索のバーの上のところにもう僕がログインしているので、福岡飲食店予約クーポンという風に出てますね。で、早速このフリーワードで探すというところをタップして、こんな風にカッパ寿司と入力をして検索をかけてください。そしたらですね、カッパ寿司福岡の情報が一覧で出てきます。で、今回はカッパ寿司のいいクラ店というところですね、利用させていただきました。 ま、そこをタップしたらですね、まあ、人数と日付と時間を選択する画面っていうのがあるので、そこでご希望の日付など人数を選択して、次へ進んでください。で、うまく進むと、ご覧のように予約確定のね、詳細の画面が出てきます。予約は本当にめちゃくちゃ簡単ですね。で、早速ですね、久しぶりに結構カパ寿司に行ってきたんですけども、まあ、僕結構オープンした時間ぐらいの直後に行ったので、そんなにお客さん自体は多くなかったんですよ。で、ちょっとびっくりしたのが、僕がカパ寿司行った時って、 上になんか電車みたいなレーンがあったんですけども、なんかそれがなくなっててちょっとびっくりして。で、さらにね、タッチパネルですかね。これなんか本当以前行った時よりなんか進化してて、以前より使いやすくなってた印象でしたね。まあもしね、僕の勘違いであればすいません。で、早速ね、かっぱ寿司で注文しまして、サーモンですとかハマチとかまあいろいろいただきました。久しぶり行ったんですけど結構美味しかったですね。で、最後お会計の時に僕自身は約まあ10皿ほど食べたので、1100円のお会計で PayPay ペイペイで決済しました。 で、7度目おさらいなんですけども、この通りに埋めていくと、で、まずポイントサイト経由に関しては笑うを経由したので、100円相当のポイントがもらえまして、 次二つ目は、オンライン食薬に関しては、ホットペッパーグルメを使ったので、GoToEat の500円分のポイントをもらいます。そして最後三番目は、キャッシュレス決済ということで、PayPay で決済したんですけども、僕の場合はワンモバイルなので、ソフトバンクワンモバイルのまとめて支払いで、ビザラインペイクレジットカードを紐付けているので約、約3.5%分の還元を受けることができます。ちなみにこれ後で思い出したんですけども、LINEPay には、かっぱ寿司の5%オフのクーポンがあったので、まあそれで決済しても全然いいですね。かっぱ寿司の5%オフのクーポンと、LINEPay の3%還元。 それでも結構お得です。まあそんなこんなで今回は GoToEat のプレミアム付き食事券でまあ紙不足があったりとか、あとは一人で無限かっぱ寿司が可能になるかもということについてお伝えさせていただきました。いや結構ね、ほんと久しぶりにかっぱ寿司行ってきたんですけども、ちらほらとまあその GoToEat を利用されている方を見かけたので、あ、結構やっぱ見てる人多いんだなというふうにも思いましたね。で、店員さんも今日始まったばっかりだったので、私たちもテンヤわンヤしてますというふうに言ってたんで、あ、僕はもう全然大丈夫ですよというふうにもお伝えしました。なのでね。 店員ささん困ってててたら温かいい目で見てあげてくださいで先ほどもちょっとお伝えしたようにかっぱ寿司での GoTo e a t のポイント利用に関しては11月の4日からとなってますのでこの動画を上げて直後ではないのでここは間違えないようにしましょうでこの11月4日以降ねポイント利用に関してはどんな風になるのかちょっと僕のところでも気になるところではありますで先ほどお伝えしたねポイントサイト笑うの登録がまだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンクを貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。